ああ、こういう問題はいずれは起こってくるだろうなと思っていたんですけど、僕の授業が売られてるとですね、いうお知らせがありました。まあね、いろんな先生のが売られてて、ね、西教授先生とかですね、林先生とかの消されたんです。グワーですね。実はこんな風になってました。メルカリで見てみたんですよ。で、自分を検索してみたわけですね、メルカリのところで。自分の名前で検索するとわーってたくさん登場するわけですよ。Hello there! 始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、非常に困ったというかですね、怒っておりますというのはですね、すごく、まあ、こういう問題はいずれは起こってくるだろうなとは思っていたんですけど、で、ついに起こりましたね。そうですね。何日か前にですね、Twitter の方でですね、連絡がありましたね、DM にですね、まあ、僕の授業が売られてるとですね、いうお知らせがありました。まあ、いわゆる違法にですね、転売するっていうやつですね、まあ、あって、まあ、映像授業やってれば、こういうことっていうのは、まあ、いずれは起こるんじゃないかなとは思っていたんですけども、はい、実際に起こりましたね。で、それがですね、どんな感じだったかっていうと、こちらですね。そうだ、5万円で売られてるわけですよ。ね、まあ、他にもね、いろんな先生のが売られててですね、西教授先生とかですね、林先生とかのですね、やつがセットでですね、10万とかで売られてるわけですよ。で、即決価格でなってて、で、なんで自分は5万なんだ、半分なんだ、とか言ってましたけど、まあ、どうもですね、まあ、なんか、して見てみたら、僕の方は授業が一つですね。で、他のは、西さんのところは林さんのやつはセットで書いてあって、2つの授業をですね、じゃあ2つを合わせて10万円で販売してるっていうことですね。まあ、当然、ダメですよ。非常に、まあ、高値で売ってるわけですけど、授業を違法にどうやって売ってるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、DVD とかなのか、それとももう映像を全部何かに保存したデータなのか、データだったら、ですね、まあ、データって持ってるってことは相当やばいというか、いくらでも複数ですね、複写というか、できるわけですからね、ですね、もう不特定多数に何回も売って、まあ、いっぱい買い手が出てきたらもう大儲けですね。っていう感じで、非常に困ったわけです。で、次にですね、もう投資が連絡してきて、これを、ね、転売されているから、なんとか対応してくださいって言ったんですよ。で、はい、わかりました、すぐに対応しますって言われたんで、で、1日待ったというか、次の日どうなってるかなと思ったんですね。で、普通考えたらですね、その消えてるってなるわけですよね。ああ、消されたよかった。そうです。確かに消されたんですよ。消されたんです。グワーですね。実はこんな風になってました。値上がりしてました。まあ、もともとあったものは消えてたんですけど、新たに出てですね、で、5枚だったものが7枚になってました。一体どういう神経をしてんだって思いましたけど、ですね、消されたら、新たに値上げして出すっていうですね、わけのわかんないことやってきたんですよ。しかもですよ、ね、はい、ね、増えてるっていうですね。そう、だからセットのやつがですね、4つしかなかったんですけど、4つだったものがですね、さらに4つ加わって、8つになってるっていうね。一体どういうことなんでしょうね。どういう神経をしたら、こんな風にできるのかっていうですね、ものすごくびっくりしました。まあ、こういうことは起こるとは思っていましたけど、まさかですね、この文句言って消して次の日に値上げしてさらにラインナップを増やしてくるっていうですね、一体どんだけぶっ飛んだですね人がいるんだろうって思いましたね。まあ、現在は、言ったんで消されてますけどですね、このアカウント自体は消されてないんですね。で、どうも見てみたらもう売ってるんですよ、すでに。
ですね、なんか1円のオークションかなんかで出してて、でそれで多分落札した人と交渉して、いくらでとかっていうのでやったんだと思いますね。でちょっと分かんないです、果たしていくらで、多分交渉していくらで売ったのか分かんないですけど、だからすでに売ってるわけですよですね、なのでアカウントとか停止できないのかなと思ったんですけど、どうも停止されてないですね、ひどい話ですよですね。はい、こういうことを絶対やらないでくださいね。もう本当にダメですよ、ね、まあ予備校のね、あのテキストとかのですねやつはまあ出てくるっていうのはまあしょうがないかなと思ってました。まあやっぱりあのヤフオクとかメルカリで出てきちゃうんですね。本とかですね、もうやっぱり出てきますよね。いや自分のやっぱ本たくさん書いてるので、その分転売っていうか中古っていうのが出てきてしまうんで、まあそれは止められないと思うんで、多分法律上ちょっとよくわかんないんですけど、本は大丈夫ですけど、テキストはグレーって言われてますけど、それでもやっぱテキストの売買っていうのは昔からあるので、で、まあ、止められないんでやめてくださいね。なるべくやらないでください。私のテキスト売って儲けないでください。で言ってどれぐらいあるのかなと思ってですね、メルカリね、見てみたんですよ。で、自分を検索してみたわけですね、メルカリのところでですね、自分の名前入れて、どんだけ出てくるのかなと思ったら、めっちゃ出るんですね。結構な衝撃でした。こんなに自分のものが、たくさん売られてるんだなっていうのが、もう本当に衝撃というか、このですね、自分の名前で検索するところで、ブワーってたくさん登場するわけですよ。で一体どんだけあるのかなって思ってですね、見てみたらですね、メルカリで、出てるのがですね、528件ですね、528件も、あれ違う、まだまだあるな、一番最後はどこなんだろう、28ページだから1327件ですね。すごい、1327件もあって、しかも売られ、ちゃんと売れてるのがいっぱいあるっていうですね、それはそれで悲しい。まあこうね、当然新品を買ってくれればね、まあ、もしかしたら僕の人生の足しになるかもしれないですけど、みんな中古で買うんですね。やっぱりほんのちょっとでも安いのが欲しいんですね。数百円でも欲しいんだなっていうのはちょっと分かりました。まあ古本屋さんがなくならないのもちょっと分かったかなですね。ちょっとびっくりって感じですけど、はい、そういった形でですね、売られてるっていうですね、ちょっとがっかりな事実を知ることになりました。これをきっかけにですね、まあどうですね、ブックオフとか行ってもう自分の本が大体あるんで、ね、結構複雑な気持ちになりますよね、はい、ということでですね、今回はですね、この本だけじゃなくてですね、やっぱ一番でかい問題はそうです、このです、ね、僕の授業を転売してるやつがいたっていうですね、衝撃の事件でした。絶対にダメですから、授業は売らないでください。売ってはいけませんので、やめてください。転売はしないでください。はい、授業を見たかったらちゃんとですね、投資のですね、申し込んで正規に受けてください。はい、で、まあね、中古の本はテキストもなるべく売らないでください。嫌ですですね、受けてください。私の授業をなんかテキストだけでやらないでください。テキストだけでは何も良さが分かりません。ぜひぜひ授業をちょっとまたね、まあ、テキストだけ買った方が安く済むっていうのはあるかもしれないですけど、ぜひともですね、受けていただければなと思います。はい、ということでした。今回はですね、非常に腹立たしく怒った事件について、ちょっと話してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。またですね、何かしらこういう人がいたらですね、ぜひ知らせてください。Twitter の DM とか Facebook でも構いませんですね、すぐに取り締まってもらいますので、消してもらいますので、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.